皆さんこんばんは。剣士の続きやっていきたいと思います。さあ前回ね、道具を取られた菅忍者鬼さんなんですけれども、今のところこちら2つを買いました。重武器ですね。あと鈍器と、まあ打撃武器メインっていう形でね、今回は装備をしております。でね、この装備を買いに行くにあたってね、ちょっとね、無限のウィンワンさんと召使いが一人ほどお亡くなりになっております。なのでね、今回はとりあえずね、こちら新しくできてるところですね、クリフ、ここを攻めていきたいなと思います。問題はね、敵がどれぐらいの強さかよくわからない。敵の数もね、この場所は昔の世界の遺跡なんだ。あ、この先のこと言ってますね。すごいとこに発電、風車発電立ってんね。まあ、とりあえず私たちは奴らを倒しに行く。おい、来た。さあ来た。バックはボディーガード、さあ行くぞ。さあ行け。ちなみにどう、砂人形にさん、あ、やっぱ振りがちょっと遅いね。遅いけど火力はありますね。よし、物盗めないにしとこうか。まったく、物を盗むやつがいるからいけないんだ。まったく。よし、オッケー。死人に口なしというところでね。そういけ。着実に数を削っていくぞ。そういけ。バックは受動戦闘にしとこうか。あんまり下手に戦わなくていいよ。他の人たちに戦ってほしいしね。すいけ。よし、お肉奪いの。さあいけ。よし、着実に倒してるよ。もういけ。振りがやっぱ遅いね。筋力上げてもらわないと。ういっ、はまるとでかい。はまるとでかいぞ。こんなお肉いらないね。よし、これもどうだろうね。ホーリーネーションからダメか、重なんないな。使い切ってもらうの待つしかないか。よし、さあガンガン行こう。いけ。おっと、チンコ。ほい。よし、さあ倒せ。ほいほい。いいね、勝利の味だ。やばいな、うちのメンツは戦闘強だな、みんなな。まあ、シェクだからだね。おっと、パラディンの恋が腕怪我してる。これめっただな。あ、いけ。よし、これだけもらっとくか。さあいるぞ、倒せ。飲み込め。さあいけ。さあ進んでるぞ。クリフはいけそうだな。特に強いやつもいないでしょう、あんまし。いけ。おー、いいね。当てろ。おー、いいね、いいね。いけ。よし、
その手前に倒れてんの。肉だけ奪って。よし。おっと、パラディの声いるね。気をつけて。みんななら大丈夫だろう。さあさあさあ、向かえ向かえ。お、オレンティーノさん行くね。素晴らしい。おい、よし、お肉奪って返す。お肉奪って返す。回復もらう。さあ、よし、はい、お肉奪って、さてどんどん進んでいこうか。油断はするな。よし、オッケー。あらかた削ったね。さあ進むぞ。ここの塔はなんだ？忍び盗賊団だから関係ないね。この中やばそうだな。あっと、いけ、めった打ち。よし、数の力よ。よし、ほい。さあみんな回復して、準備が整ったら次行くぞ。先に警察署行くべきか。ここだもんね、本拠地ね。おっと、先にこいつだ。目撃者を生かしてこいつの。え、ちょっと待って、舐めてた。ちょっと舐めてたか。いや、いける。行くぞ。さあ行け、最初の一撃。さあ行け行け行け、負けるな。よし、さあ倒せ。さすがにダメージ きてんね。さすがに来てるけど、ただやられてるだけじゃねえぜ。こっちも行け。これはパラディンの行為か。ちょっと強いね。バレスいけるか。もう一人援軍欲しいところ。おっと、やべえな、増援がちょこちょこ出てくるね。まあバラモンが審問官を抑えてくれてるはずだから、なんとかなると思うけど。早く周り数減らして、バレスが持たない。よし、その起き上がるやつを、けっ、危ないね。シャツ奪っとこうか。さあデビッドソン、よしよしな、オッケー。そこ跳ねたところでいただく。いいね、そういけ、チェンコ、オッケー、やったな。よし、やばい、倒せ。おっと、店舗警備員が出てきた。よし、あー警備員出てきたぞ。おっと、動きが早い。よし、外局奪って、さてみんな倒れてないね。すごいね、成長したなみんな。さて、おお、どうせ
あと出てきた、また。また出てきたな。キリがないぞ。ベラハのこっちだ。いけ。よし。通せ。いけ。よし。決まった。コンボが決まったよ。さて、中行くぞ。奪って、特に何もいないでしょうね。え、女は分かった分かった、真面目にやるって。本読む負け惜しみを言ってるんだ、待ってく。さて、じゃあね、なんかあるかな。ありますね。ちょっといただきましょうか。武器キャビネットキャラ。これは、ポールアームか。よし。ゴーゴー。から。外れ。大丈夫でしょう。よし。とりあえず覚えられるもん覚えとくか。よし。高品質か。まあ、売れるからもらっとこうか。からか。からか。あとは、ここも空っぽいね。何か入ってそう。あ、ずれ。星魚で、他宝箱っぽいのなさそうだね。カラカラだしね。さあ、シーボンカン立ち上がってたね。シャツ、よし、オッケー。さあ、名刀武器を奪われた恨み、借りを返させてもらう。あ、結構いるね。結構いるね。やったか。金庫じゃ。金庫はされ。あんまし。フラグメントサークル。あら、覚えらんないわ。条件を満たしていない。外れ。こんなもんかな。さあ、飲み込め。さあ、飲み込め。よし。いいですね。次はこん中か。いけー。そう。ドライミート。野菜。野菜。よし。いただいた。こっちは。得意なし。すっげえ。みんな強くなったね。次こっち行こうか。ここなんだ、ここ。ここもやつらいるんじゃない？嫌がったな。行け。よし。バック。よし。回復薬もらって1400か。
さて、カバンに預けちゃおうか。はいはいはい。戦闘力は下がるけどしょうがないね。金庫みたいなもんない？あるじゃないか。そう、もういただこう。よし。うん、微妙だね。外れ。うん。こんなもんか。これもかな。こんなもんだね。はい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 。ここで多少は筋力2%。さあ、クリフは落としたんじゃないか。全然だな。まだいんのか。まだ お部屋があるぞ。バラモン、バラモン挟まってる。はい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 。よし。さあ行こうか。ほぼ倒したと。あ、バーがあるね、一応。あ、売り買いできないか。お、言いましたね。行け。さあ行け。全面戦争、うませ。よし。お、砂人形に叩け叩け。はい、よし。あ、振りが早いね。ほいほい。痛えな、こんなもんでぶん殴られたら。よし、追いかけろ。意外と。もうあとは任すか、周りのみんなに。あ、まだあるね、意外と店が。なるほど。よし。いるね。行け。ほい。さあ、行け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 。全滅させろ。意外といけるね。まあ、それだけ強くなったということでしょうか、私たちの部隊が。さあさあ来てね。お、オッケー。ついにこんなもん、こんなもんじゃ。あ、こんながは傭兵がいるだけだな。一枚。よし。特に金庫という金庫はないですね。オッケー。ああ、セラフィーヌが戦ってるね。あ、待って、マシナギアがいるわ。じゃあこっちでいいや。いないか。いないね。やり尽くした感じがあるな。だいたいいいんじゃない？あ、軍曹だね。よし。このままどうしようかね。
いきなしブリスターヒル乗り込むのはね、ちょっときついと思うんだよね。みんなのダメージは？あ、意外と戦えそうですね。どうすっか。いや、今日は、こっから出れる？でしょ？出れるんなら、探りに行きましょうか。ここら辺に埋没した研究施設があったんだからね。さあ、それだけやってもらって、こっち行こうか。よし、行け。では上へ向かいましょう。どこかな？水没してる研究施設があったよね。どこら辺だっけ？あれ、動かないじゃん。あ、動き出した。あとあれか。多分今なら入れるようになってると思うけど、昔担いでね、入れないといけなかったところあったよね。あ、急げ。ブラッドレイドか。トライアルウェポンが来たらね、向こうの拠点に切り替えたいけどね。ここダメか。どこだ？ルイン。次なるルイン。さあ、こっちおいで。何もなさそうだね、ここら辺は。レイドはクリフに到着した。ここら辺でもないな。あれ？なんでそんなのいんの？ちょっと待てよ。これはきついんじゃないか？56か。ちょうどいい相手だ、でも。いけ！ガード。ガード。いやー。ガード。攻撃。ガード。いやー。まだまだのようだ。あら。お、はい。おっと。援軍が来るまで。援軍が来るまで。てか、援軍来る気ないね、これね。援軍来る気ないよ。動いてる？動いてないんだけど、この人たち。バラも動いてる？やっと動きだ。ああ、やられちゃったわ、ビュー。おっと、敵取ってくれる。これがいるってことはさ、どっかに研究のあれあったんじゃないの？あったわ。これか。第二研究所。あれ、こんなとこあったっけ？ここだっけな。ああ、ここだな。Wii の代わりに倒してくれたようだ。よし。さて、みんな来て。おいで。ちょっとな。B が倒れるか。寝たいとこだけどね。おお、どうした、どうした、どうした。壊れたスケルトンじゃ。次行け。よし。
どうした？挨拶してるよ。ああ、いや、あ、一応反応してくれましたね。反応してくれるみたいです、一応。こっち行こうか。ここどうやって入るかな。入り口どこだ？あれ？こっから入んのか。こっからだな。大丈夫かな？入った瞬間に、あいつらいるからな。こっからか？いるだろう。いたわ。待って、68って。3匹か。68。やるしかない。やばい。いけ、風で押せ。いや、つい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 。よし。やべえ、装甲板持ってる。装甲板持ってんな。いやー、欲しい。欲しいよ。ちょっと筋肉一個抜いとこうか。よし。いやー、硬い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 。そう、トス、危ない。あ、そっか。これ装備すりゃいいのか。これ邪魔だね。なぜ今までこれを装備させなかったんだ。よし、これ入んないね。あれ、じゃあ、バーンさんも？あ、バーンさんもだね。あら。そっか。これがあればだいぶ違うぞ。誰に代わりを持たすか。いっか、このまま持ってもらうか。よし。スケルトン補給キットあるね。よし。しまう隙がない。ここに戻せない。あれ？いろん。よし。ロボット部品か。欲しいな。このバッグ自体、重いな。負荷制限みんなかかっちゃうね、だいぶね。負荷制限か。流力パー。だいぶ重くなったようだね。砂人間鬼さんは7パーか。もうちょっと重くてもいいんじゃねえかってとこだね。そうだな。よし。これでアグヌたち多少、ああ、強くなったね。いるんだよな、上に。さあ、行くぞ。さあ、行け。よし。装甲板重いな。はい。いやー、マッチか、そっちか。よし。スケルトンの筋肉。ほい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 。バラモンにあれ持たした方がいいな。こっち。ちょっと待てよ。お、重ねられるじゃん。こうするでしょ？さすがに重すぎね。いや、バラモンでもさすがに重いってなったな。
みんな筋力鍛えましょうってとこだね。で、ここら辺は何かあるかな。空か。宝箱はなーいかな。なさそうだね。上ですね、じゃあ。いるんでしょ、どうせ。いたわ。そう。サクッと。サクッと行こう。サクッと、よし。CPU ユニット。装甲版か。えい。がっつりみんな筋力を鍛えよう。で、さあお宝タイム。よし。いや、お宝入ってない。ここは期待できるぞ。来た。ちょっと待てよ。誰も持てないわ。近くに来い。よし。はい。バレス1個。コリニチェンコ、カンサ、いらないね。ベンティーロ、よし。ここは外れ、外れ、外れ。あ、トライアルウェポンサードが到着した。行こうか。こちらへ切り替えます。よし。なんか芸術が出来上がってるね。さあ死体処理班、はい、焼却。さあマシナギナ単位の次何来るかな。大佐とかで来るんじゃないの、そのうち。いくつなんだろうね、このその次ね。オール90とかのレベルじゃないの。始まった。そう、ガチンコバトルだ。工場長、工場長、さすが一対一は負けない。ほい、もう攻撃スピードが違うから。ほら工場長、はい。ああ、ちょっと武器欲しいけど後でだね、回収は。よし。大丈夫かな。これは。うん、はい。あれ、マシナギな隊がもう倒れてる。スケルトン応急キット。この CPU 高いね。これ高いんだよね。よし、これいらねえ。あとはこの武器を、あーきついな。すいけ。よし、サード撤退。あとはカバン持ってんの、あー近くにいないな。やるならじゃあこうして、これでならどうだ。よし、これも、はい、 OK。 これも、はい、よし、 OK。
これはいいや。あとは？どっかここら辺でも片付けたっぽいけど、見える？ちょっと見えないね。まあこんなところでしょう。じゃあ戻りましょうか。こちらへ切り替わって、ここの探索だけ終わったらね、今日は終わりにしますからね。こことここか、あと2つ開ければいいところは。はいはい、さあ開けて。あーマジか、ここすげえな。爆水近づいて、ダメか、行くぞ。はい、よし、大量の金じゃ。よし、いやーみんなね、重くなったね。一気に筋力を鍛えるために必要な感じになってしまったけど、ピークもまだ筋力足りねえっちゃ足りねえんだよな。バラモンも筋肉鍛えてもらって、ここか、これ渡しとく。はいはいはい、あれ適度だね。まあ、10% もあれば十分か。砂忍者鬼さんは 20%、 30% だね。よし、という感じでね、とりあえず今回はここまでにしたいと思います。次回はどうしようかな。まあ、この感じで行くならば、オクランの拳いけるんじゃねえかなと思いますのでね、ちょっとこっちの方まで移動しておきましょうか。で、オクランの拳やったら、ナルコの誘惑も行きたいからね。で、そうしたら、いきなしブリスターヒルはきついかな。ただ、順序的にもうブリスターヒルになっちゃうよね。ああでもここか、ここ倒さないとスムーズにスロープに行けないね。まあ上からこうしてってもいいけど、とりあえずそうだね、次回はオクランの拳行こう。ここの通路確保しようか。じゃあここ通れなくてもね、ブリスターヒルで炎の守護者とか倒してもね、すぐここに持っていける準備をしましょう。とりあえず次回はね、ワールドエンドから始めたいなと思います。それではまた次回お楽しみに。さよなら。